いつでもいいぜ、かかってきな。あー可動拳、これ決めポーズです。顔かっこいいけどな。いや、なしなの、わ、もうなしなの。大野君は、ひっくり腰、水泳君は、熱中症で。どうだ、いろいろな話して。バケン、バババ。ミュージカル俳優キスタンチーム VS 玉突き5 2の対決。さあ、前回のですね、ワンワンワンに続きまして、はい、今回はですね、2オン2で勝負してみようということで、はい、では一応また今回改めて自己紹介をお願いしていいですか。はい、岸雄二と言います。芸歴30年ぐらい。わー、最先端。バスケ歴34年。なるほど、今も週1ぐらいでやってます。あ、素晴らしい、はい、ちなみに過去 この芸能活動の代表的なものを知ってますか。はい、20代の頃に、激走戦隊カーレンジャーという戦隊シリーズのレッド、レッド主役ということですね。はい、そして声優としてはストリートファイターケン。うわー、ケン。いつでも言うぜ、かかってきな。波動拳、生波動拳。多分出てましたね。はじめまして、俳優やっております長浜慎と申します。お願いします。はい、バスケは中高で、大学はその地元のチームで、はい、クラブチームでちょっとやってたって感じで。なるほど。現在は週1ぐらいですかね。キッさんも大先輩になるんですが、はい、そのヒーローものの列車戦隊特急ジャーという、ね、これもいいね。はい、特急6号のオレンジがテーマのヒーローです。はい、なるほど。はい、あ、ポーズはそんだけか。絶対これ決めポーズです。絶対ですよ。本当です。顔はかっこいいけどな。勝ったらユニフォームもらっていいですか。そんなことないですよ。マジか。さあ、続いて対戦は、はい、玉突き5チームは森下陽です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本当は3対3を進めようと言ったんですけど、あちらにいます大野君と、そして片緑古家、大野君はびっくり腰、そして古家君は熱中症。ちょっと待って、2人ともさ、一番高いかな。高いそうですね。シルバーチームで対決します。イエーイ。ここはまだ34。
もう一回やってください。もう一回やってもらうためにはな、どうやって。あ、いや、ちょっとこねてほしい。もう一度やっていただきたいです。必要とあれば、背中に開きます。そこまでじゃないです。終わっちゃう。ぜひやるか。よっしゃ。よっしゃ。それでは泣きの一回行きましょう。はいはい、じゃあもう僕ら負けたら僕だから行きます。ああ、しょうがない。しょうがない。心配しかないです。しかないです。はい。拾えてなかったっす。もう一回やりますか。今回も、ミニサイン色紙バッジ、視聴者プレゼント、お三方いただきますので、それぞれ1名様差し上げます。詳しくは概要欄に、書いてますので、チェックしてたくさんご応募くださいませ。登録お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。僕も登録してます。ありがとうございます。バスケラババババ皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。